ほんとお菓子作りとか全然しないので。あ、でもなんかコンロとかダメですよね。あ、でもそれはあるですけど大丈夫です。あ、なるべくじゃあ。そうです。ああ、結構入ってる。盛りだくさん。次、頑張っていいので。あ、頂戴します。口に沿わせるようにちょっと絞って。一周、一周ですか？全体的にこう、なんか、絞れるように。生クリーム絞った時もやっぱり。いいんちゃう？え、うまいんちゃう？すいません。スポンジとメレンゲを。はーい。メレンゲをこっち側半分全体に。そうですね。はい。イエー、はい。これスピードも重視されますか？そうですね。あ、はい。急ぎます。半分、はい、空いてる方にね、スポンジを。急げ、急げ。はい。これは落ちた状態から始まるのか、この状態から始まるのか。この状態で、メレンゲの方に。でれー。あ、これ。はい。入れまーす。あ、そのまま。いけるのか？え、これでいい？はい、大丈夫。あ、すごい。今度は、ぬれの前に。あ、ぬれ。うん。確か。これ中やるね。はい。立てかける感じ。え、ちょっと、この時間めっちゃ怖い。立てかける。あっ。てれー。今度は、これが正面なんです。ここの空間から、このクリームに絞ります。この空間ないよね。この空間ない。入れて、上からこう。え、もうギュッといくよ。ギュッていっちゃっていい。いってるよ。はい、いってます。いってどうする？え、どうする？くるくるくる。回す？あ、そんな。ああ。もうちょっといく？はい。ここまで来たら。大丈夫。そしたら、このカラメルを。いきます。これ、上から？上から。これ、今、回す？いや。垂らす感じで、適量で。適量ちょっと、あれ？でも、紛れたね。紛れた。はい。できました。採点いただいていいですか？45点で。45点低い低い低いこの後、見た目は45点。入ってるものはめっちゃ美味しいユニコーヒーパルフェは、私が美味しくいただきました。スタッフの皆さん、ありがとうございました。パルフェが気になった方は、ぜひぜひ、サロンドパルフェにお越しください。いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。YouTube でやってほしい企画も募集しています。ではまたねー。